アメリカの中西部ミネソタ州で11日黒人男性が警官に射殺された事件を受け抗議のために集まったデモ隊と警察が衝突するなど緊張が高まっていますアメリカメディアによりますと現場周辺では数百人規模の抗議デモが起き警察が催涙ガスなどで鎮圧に当たりました事件について地元警察は 逮捕状が出ていた男性を拘束しようとしたところ、車に乗り込んだためスタンガンを使おうとしましたが、誤って銃を発砲したと説明しました。現場は去年、黒人男性が警官に膝で首を圧迫され死亡し、人種差別への抗議デモが広がるきっかけとなったミネアポリスの郊外で、ミネソタ州の一部地域では12日夜から13日朝までの外出禁止措置が取られるなど緊張が高まっています。 バイデン大統領も12日、平和的な抗議に徹するよう呼びかけました。